仮面。オタック。第80話、トロロネンマくん。オープニング、トロロネンマくん。夏の暑さを忘れるなら、お化け屋敷もいいのかもしれないけど、純粋に怖くて苦手なんだよねー。特に洋風のお化け屋敷じゃなくて、和風で呪われそうなお化け屋敷が怖いよ。リンちゃんがいるから来てみたけれど、やっぱり帰ろうかなー。ユキちゃん、いやユキコ姫はいつ出てくるんですか？もう20回は回ってるのにユキ女全然出てこないじゃないですか。は？この声は？ユキコ姫はミニスカでノーパンとか危うすぎる格好、当時はありえないと思っていたのに、最近ではリアルにミニスカ着物が出回って、さすが先見の明の長井先生。アニメだとお色気担当ってことになるんだけど、気になって漫画版見たらもっと大胆なお色気してたユキちゃん、うんダイナミック。いや、あの、さらにはドロロネンマくん、メイラメラ版でもしっかりセクハラ担当で頑張ってるユキちゃん。もうユキ女少女はブルバキューンするために配置されてるでいいんですか？いや、わからないですけど。私、うるせえ奴らでは弁天様推しなんですが、この夏はおユキちゃんを推すこともやぶさかではないと思ってるんですよ。お許しください弁天様。もう出て行ってもらっていいですか？いや、いつになったらユキ女ちゃんが出てくるのか知りたいだけなんですけど。ちょっと、一般の人に迷惑かけるのやめなよ。って私も一般の人だから私にも迷惑かけないでよ。おお、こんなところで出会うとはなんという偶然。ちょっと最近のお化け屋敷どうなってるんだよ。全然雪女出てこないんだよ。そんなピンポイントで雪女だけ見に来なくても。だってゲゲゲの鬼太郎第6シリーズの雪女の雪ちゃんだってこんなに可愛いんだから、リアルな造形で雪女タン見たくなっちゃうだろ。雪女タン。だけど水木しげる先生のリアルバージョンの雪女が出てきたら燃えないけど感動しそうだし。水木先生だとこういうイメージだけどね。でもあの日の秀吉先生だって雪女は綺麗に描いているから、ちょっと調べてみたら、雪女は室町時代後期から記述がある起源の古い妖怪で、白装束を身にまとい男に冷たい息を吹きかけて凍死させたり、男の性を吸い尽くして殺す恐ろしくも美しい妖怪なんだ。イメージはそうだよね。もう一度言おう。男の性を吸い尽くして殺す恐ろしくも美しい妖怪。男の性を吸い尽くす美しい妖怪。男の性を吸い尽くす。男の性を吸い尽くす。男の性を吸い尽くす。男の、せ、い、お、す、い、く、す。ななななんてレクチ女妖怪。もう今回は暑さなんか気にしてる場合じゃない。様々な作品の雪女を調べては俺の性も吸い尽くしていただかねば。いや、あのちょっと。はっはっは、はぁはっはっは。この世に救いがないならば、俺が救いになればいい。よろしく勇気、仮面、オタック。というわけで今回は、ゆきちゃん、ゆきこ姫で有名な、ドロロネンマくんのオープニング考察だー。カモンペガース、説明プリーズー。ダーサー、ドロロネンマくんは1973年に制作放映されたテレビアニメ、原作は同名の漫画で、作者は長井豪とダイナミックプロ。同時期に週刊少年サンデーで漫画が連載されたが、小学3年生、よい子、小学館の幼稚園など、石川県、小山田つとむ、浜田よしみ、牧村忠らによって、小学館の各地でコミカライズも連載された、オープニング主題歌はドロロネンマくん、作詞、歌、中山千夏、作曲、小林亜生、レーベルは日本コロムビア。サンキューペガース。というわけで今回は、日本三大くん付け妖怪アニメの、ドロロネンマくんのオープニング考察だー。日本三大くん付け妖怪アニメ？漫画やアニメ、小説はもとより、民話や昔話に至るまで、妖怪や幽霊、怪物など創作の宝庫、ネタになってるんだ。これは感じたことをそのまま自由に想像できるキャラクターが、妖怪幽霊怪物と揃ってて、さらにはいくらも追加でき、そんな怪奇ファンタジーというジャンルを古今東西人間は作り続けてきたんだ。なるほど。漫画やアニメの世界では、水木先生のライフワークにもなっていたし、著名な漫画家さんも一作は妖怪作品を作ってはいるし、令和の今でも新しい妖怪作品は作られ続けている。確かに。日本一有名な漫画家の手塚先生もドロロを描いたし、犬夜叉や悠々白書、地獄先生ヌーベイもヒットしたし、お化けの九太郎や妖怪ぼっちもコメディだけど妖怪ものだし、高橋洋介先生が描く妖怪怪談話は俺も大好きだし、そんなよりどりみどりなジャンル、作品群なわけで、前振りが長くなったがそれを踏まえて、日本三大くん付け妖怪アニメを説明したいと思う。そんな大層なもんじゃないでしょ。まずは妖怪ジャンルの第一人者、水木先生原作で、エロイムエッサイムのオープニングが有名な悪魔くん。知らないなぁ。エロイムエッサイムとエコエコアザラクは最も有名な呪文だぞ。知らないなぁ。次は少年漫画のヒットメーカー、藤子不二雄先生の A の方のアリコ先生の代表作で、たちまちおつむが大噴火の怪物くん。あ、これは知ってるよ。
そして最後に今回考察する長井ゴートダイナミックプロ制作の、まさに長井先生作品らしい、ブルバキューンでエレクチオンヒロインのユキちゃんが活躍する、ドロロンエンマくんだ。活躍するのはエンマくんでユキちゃんじゃなかったんだ。ミニスカノーパンってだけで主役を食っちゃう設定なんだよな。早くユキ女らしく俺の性も吸い尽くしてほしい所存。って思ってる変態精鋭な団員が日本中に1000人はいると思うぞ。1000人もいるのか。チャンネル登録よろしくメカドック。まあノーパンミニスカユキちゃんは一時置いといて、メインな登場キャラクターを紹介してから歌詞考察に入ろう。ノーパンミニスカユキちゃんを置いとくのは忍びないが。ノーパンミニスカユキちゃんに後ろ髪引かれすぎなんだよな。まずは主役のエンマくん、日本三大くん付け妖怪アニメの一人だけあって、声はデイベテランの野沢雅子さんだ。ちなみに日本三大くん付け妖怪アニメの一人、怪物くんもカラー版では野沢雅子さんが行っているし、ゲゲゲの鬼太郎でも鬼太郎の声を担当している。怪物くんや鬼太郎は少年でもあるけど、野沢さんって怪物、妖怪役が多いとも言えるんだな。俺個人的にはバイハムのケンツ役や、マイッチングマチコ先生のケンタ、ガンバの冒険のガンバ、そして銀河鉄道999の鉄郎役が思い出深いな。マチコ先生だけテイストが違うような、私はやっぱり悟空の声かな？悟空の声も当ててほしいな。それは悟空違いでしょ。まあエンマくんに話を戻すと、エンマ大王の甥っ子設定で、人間にあだなす妖怪を退治する妖怪パトロール隊の隊長に任じられて、長い眉毛がアンテナになったり、ステッキが武器になったり、なぜかパンチラが拝めたりするんだ。エンマくんのパンチラなんかどうでもいい？ユキコ姫を写せ、ユキコ姫を。それはテムレイでしょ。そしてエンマくんが被っている帽子のシャポジー、なぜかシャッポジーと間違えて覚えていたが、エンマくんたちの知恵袋であり良心とも言える。最後にエンマくんの幼馴染でカッパのカパエル、悪友というかトラブルメーカーというか狂言回しというか、いろいろと便利なキャラだったと思うけど記憶はほぼない。ダメじゃん。まあこの3人に、ミニスカノーパン美少女ユキ女のユキちゃんを加えた4人組が活躍する作品がドロロンエンマくんなんだな。ユキちゃんだけ力入れてるなぁ、というかいい加減歌詞考察してよ。確かに脱線が多いからそろそろ歌詞考察を始めよう。まず最初の歌詞はこうだ。ドロロン、オドロン、デロデロバー、ドロロン、オドロン、デロデロバーだ。ドロロン。ドロロンは、タイトルのドロロンエンマくんにかかった、幽霊が現れる様の擬態語としてのオノマトペだし。オドロンも、不気味で恐ろしいものを意味する、オドロオドロしいからの訳と言っていいし。デロデロバーも、お化けが現れた時の犠牲語、擬態語のオノマトペだ。つまり最初の歌詞はお化けを意識させる歌詞だと言えるな。確かに言葉の意味はなさそうだね。言葉として意味はなくても、歌詞としては十分に意味ある歌詞だな。そして次の歌詞は、地獄の闇からデロデロバー、湧いて出たのはなんだらばー、かわいこちゃんの枕元、ケケケと笑うの誰だらばーだ。相変わらず擬態語というか、ダジャレみたいな歌詞も多いんだけど、そのダジャレ歌詞を無視すると、地獄の闇から湧いて出たのは何？かわいこちゃんの枕元で笑うのは誰？ということだ。かわいこちゃんの枕元なら誰だってケケケくらい笑いますよ。え？それどころか地獄の闇から湧いて出て、グッヘッヘッヘとかウロロロロロとか、もっとブルバキューンした喜びの声で笑う自信があります。これは妖怪以上の妖怪。そんな皆の心の中の妖怪を目覚めさせた歌詞の後に、次の歌詞が歌われる。それは機械界界妖怪だらけ、日本は妖怪吹きだまりだ。このオープニングを聞いてたキッズの一人だった俺は、日本って妖怪だらけなんだー、と愕然としたもんだ。しかも吹きだまりとか下級な妖怪ばっかりじゃんとも思ったよ。でも大人になって思うことは、妖怪の吹きだまりとは言えてみよう、決して嘘ではなかったでゲスなぐって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 ことだ。それはあんたが吹きだまりな妖怪レベルってことなんじゃ。だがそんな汚れちまった世界と日本を救うために、現れるのが最後の歌詞、そこでエンマくん、そこでエンマくん、大暴れったらデロデロバーだ。汚れたのはあんたなんじゃない？はっはっは、そんなまるで俺が妖怪みたいじゃないか。ただかわいこちゃんの枕元で、平常心を抑えられずにニタニタ笑いたいだけなんだよ、ぐっへっへっへ。もうキモい妖怪じゃん。キモい妖怪といえば頑張り入道なる妖怪がいるんだけど、大晦日の夜、便所の窓の外から中の様子を覗き込む妖怪で、覗き込んだ顔に驚いている間に尻を触るとか、怖さよりエロが勝つ、これこそ純度 100% の変態妖怪、頑張り入道がゆきちゃんとか猫娘のお尻をペロンと触る話を作ってほしいですよ、ぐっへっへっへ。頑張り入道を聞きとして取り上げて、もうレベルが頑張り入道と同じなんだよな。オタック団員募集中。頑張り入道の活躍は今後に期待して、オープニングの映像を確認していこう。期待してるんだ。
最初のイントロ映像はとても不気味で印象的なもので、このイントロで怖くなってしまったキッズは多かったと思う。俺もその一人だったしな。なんか瞳っぽいけどアナログな時計になってるんだね。しかも時計は逆に回ってるという、不気味さに不条理さもプラスして、非常に不安定な怖さを演出しているな。演奏も三味線にもしたギターの音色で、和のテイストを存分に意識させている。そうそう、和風のお化けや怪談は本当に怖いんだよね。日本人の死生観や価値観にダイレクトだから、そりゃ怖くもなるよな。そして映像が引いていくと何やら不気味な顔が現れる。この顔の両目が先ほどの逆回りのアナログ時計で、大きく開いた口の中には閻魔大王が座る椅子が設置してある。足元の地面も不安定で見てるだけで不安になりますよ。顔も怪物の顔だしね。そんな怖い背景映像に比べて、タイトルロゴは可愛いポップなもの、特に魔の字にはシャポージーが書かれていて、そのシャポージーがカタカタと笑うコメディ演出に、怖い気持ちが緩和されるんだ。シャレ神戸って言えばシャレ神戸っぽいけど、歌詞の歌い出しが始まると、ヘドロのようなあぶくが浮いては跳ねる、地獄の沼が現れる。そんな果てた泡から緑色のコウモリが現れると、画面に向かって飛んでくるんだ。土手沿いを自転車で走行中に顔にコウモリがぶち当たった。というリアル体験があるウープ主からすると、ガチの嫌悪感しかない映像だ。毎回コウモリネタをするたびに、顔に感触よみがえりそうだね。そんなコウモリの背中に乗る閻魔くん、意外と大きなコウモリだったんですね。そんな巨大コウモリから飛び降りる閻魔くん、とぼけたシャポージーと、気が強く頑固そうな表情の閻魔くんの対比で二人が名パートナーであることもわかるな。閻魔くんって下から牙が生えてるんだね。閻魔くんが登場すると、閻魔大王も重い腰を上げて指から召喚ビームを出すんだけれど、このゆっくり立ち上がる時の閻魔大王の顔芸はぜひ楽しんでいただきたい。顔芸ではないでしょ。指から出されたビームで召喚されたのは、閻魔くんの幼馴染のカファエルに、我らがノーファンミニスカユキちゃん。こんなにミニスカなのにノーファンだなんて、どんだけブルバキュンなヒロインを永井先生は考えつくんでしょうね。まさにダイナミック。膝上どころの騒ぎじゃないですよ。ちなみにこのユキちゃん、12話以降は大人っぽいデザインに変更とあって、確認してみたら確かにお姉さんっぽくなってますな。まあどちらのデザインでもノーファンミニスカユキちゃんの魅力は増すばかり、トイレの窓から覗き込んでびっくりしたユキちゃんのお尻を触りたいですよ、ぐっへっへっへ。頑張り入道に見せかけた最悪の変態行為を知れっというな。そして険しい表情だった閻魔くんがより目と舌出しでおどけた表情。なんでこんなに汗をかいておどけてるのか未だにわかりませんよ。今度は牙が上から生えてるね。そんな閻魔大王に命じられて人間界に向かう一行だけど、カパエルとノーパンミニスカユキちゃんはちゃんと手を振って向かうのに、閻魔くんだけはご機嫌斜めっぽい態度。多分閻魔大王に命じられたのが嫌だったんでしょうね。強情だな。そして何かの瞳っぽい映像に流血みたいな演出、生理的嫌悪感が半端ないです。さらにはエンディングにも出てくる不定形の妖怪がうねうね動いて、先ほどと同じように生理的嫌悪感を刺激してくるんだけど、紫色のもやが近づいて光線を発射、なんとその光線は宇宙から日本に向かって照射される、まさか怪奇系アニメで惑星の地球が出てくるとは思いませんでした。ぐっと SF っぽくなるしね。そして空中を走る閻魔くんの姿が映されるんだけど、ユキちゃんが物理的な理由でパンチラできないので代わりに主役の閻魔くんがパンチラを担当。この閻魔くんのパンチラって誰得なんですかね？初太好きからすれば閻魔くんも下のカテゴリーなんでしょうか？それで盛り上がってる人たち見たことないですけど。あ、こんなことならノーパンミニスカの設定は捨ててでもユキちゃんのミニスカパンチラショットを拝みたいです。そして便所の窓から頑張って覗きたいですよ、ぐっへっへっへ。もう頑張り入道を許してあげなよ。そして走り切った閻魔くんは、真面目な表情を覗かせた後にかっこよくインク。オープニングでのインクは魔女っ子メグちゃんと同様にインパクトありますな。急に視聴者を意識した演出だしね。最後は空中を飛びながら、ステッキから炎を吹き出したアクションで締める。このステッキは火炎エネルギーを封じ込めてるとのこと。ぐるっと一回転した炎ってすごい迫力だね。溜め込んだエネルギーは凄まじい火力を発揮するんだ。俺やオタック団員のブルバキューンなドグマはこんなもんじゃないぞ。例えば便所の窓の外で待機するくらいのエナジーは常に満タンだ。もう頑張り入道じゃなくて、YouTube さんから変質行為って指摘されるよ。正義の旭日計画発動中。とまあこれがドロロン閻魔くんのオープニングなんだけど、前回動画で団員からコメントがあった通り、エンディングの方も印象が強い作品とも言えるんだ。エンディングも？こんな感じの不定形で小さな妖怪が現れるんだけど、この妖怪より背景の暗い写真が何しろ怖くて、閻魔くん見た後は速攻でチャンネルを変えないとこの独語感の悪いエンディングを見る羽目になるんだ。じゃあエンディングはあまり見ないようにしてたんだね。いや実は、不気味なエンディングが始まると思いながら、最後まで見ちゃうのが閻魔くんなんだよ。え？この昭和の小学生ならどこかで、どこでも見る風景写真が、寂しく不気味に妖怪と合わさって、なんとも言えないプロモーションになっているんだ。
つまりオープニングから本編、そしてエンディングまでの全てで、ドロロン煙幕は視聴者キッズを楽しませてくれた名作品だったんだ。なるほどねー。というわけであれですよ、大人の視聴にも喜ばれる、令和の新しいドロロン煙幕を作るべきだと思うんですよ。まさか。それはもちろんドロロン頑張り入道くん、毎回登場する様々なヒロインをトイレの窓から覗きつつ、驚いたところでお尻をペロンとタッチする素晴らしいストーリー。やっぱり。もちろんユキちゃんも本来のユキ女の能力を最大限に発揮して、出てくる男性キャラの性を存分に吸い尽くす。いや、ちょっと。あ、もうこれは鼻っぺバズーカとレイプマンにインスパイアされたドロロン頑張り入道くん、見たい、早くどこかで制作してくれませんか？あの。もちろんユキちゃんはミニスカノーパン、頑張り入道くんに毎回覗かれて、イヤーンマイッチングを連発なんですよ、ぐっへっへっへ。毎回突っ込むのも面倒くさいが新しいスタイルの頑張り入道もいるぞ。私もウタちゃんのトイレを横から覗いちゃうーん。覗きもお尻立ちも犯罪ですドロロン煙幕は、公式の動画が確認できました。概要欄にリンクを貼りましたので、ぜひご視聴ください。ドロロン煙幕はコミカライズやセルフパロディ作品、そして続編など関連作品も多く、原作者や視聴者から愛された作品なのがわかります。私個人的には瀬名恵子先生の、筆こそるとあいうえおという OVA 作品が大好きで、妖怪アニメといえば瀬名恵子先生を思い浮かべてしまいます。そしてグッドボタン、チャンネル登録で、暁のオタック団に入団していただけると大変嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。リンダ、私も妖怪の一人ではあるが、人間は心のどこかで人ならぬものの存在を感じているからこそ、新しい妖怪を作り続けるのかもしれないな。つまりは人がいるから、人がいるところに妖怪は存在するとも言えるな。妖怪は人の創造物なのだ。頑張り入道も18世紀のド変態がいたから存在できたとも言える。全く昔から日本人は仕方ないな。来週は萌えやヒロインとは無縁の SF アニメ。宇宙船サジタリウスのオープニング考察だ。SF 作品の中でも独特な作品だな。それじゃ来週金曜日の18時にまた会おう。サービス。